チスタラキスモスクはギリシャのアテネにあるモスク。現在はギリシャ郷土芸術博物館の建物として使われている。チスタラキスモスクは1759年にオスマン帝国のアテネ知事ムスタファーがチスタラキスによって建てられた。チスタラキスはモスク建設時にゼウス神殿や隣接するハドリアノスの図書館の大理石の円柱を建築材料として流用したとされる。 文献により諸説あるが、その年の後半に猛威を振るったペストの流行を引き起こした災いを招いたとの批判から、あるいは、オスマン帝国皇帝の許可なく、古代の建造物を破壊した規則違反に対する重い罰金刑を受けたため、チスタラキスは失脚したと言われている。ギリシャ独立戦争時には、自治体の議事堂として使われ、ギリシャ独立後には、兵営、監獄、 倉庫などと様々な用途に使われた。1915年に一部が改築された後、1918年から1973年までギリシャ工芸博物館として使われることになった。1973年に移転した後は、モスクの建物は博物館の文館として使われることになった。 チスタラキスのモスク http コロンスラッシュスラッシュ www.mesogeia.net スラッシュアテネスラッシュプレーシススラッシュ turkis hathens スラッシュ tsis t a r a k i m o s q u e.html ありがとうございます。